はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジアやっていきましょう。メインクエストを中心ですが、まず物語ですね。玉読み吉野、戦闘後。いいんじゃない？本当ですね。鍛えてるんすか？この子。確かに。そうです。おーっと、怒られている。これはかわいそう。ならむしろそうだね。ああ、どうしたの？怖っ。どっちなんだ。やったー。見せよう。男の子でも構わん。しょ、男の子の方が。冬も行ってみましょう。感謝するわ。いえ。そうなの。確か。あれ？何？したんですか？嬉しいじゃない。そうなの。はい、そうなの。キョッコ。
可愛いな。ケオもあります。ユイじゃなかった、ミオか。ミオで会ってた。あれ？は？その、あはは、なるほど。うん、やば。どうしたんですか？な、ふん、ええはい、一部結構進んでるんです。土かな。強化していかなきゃいけませんね。みんなも一緒やし、頑張らんと。スキップで。ちょっと見。ストーリーはもう見たんで。逃げ場はないで。堪忍しんや。本気の一発返せるかな。やります。みんな大丈夫ですか？痛いけど我慢してや。本気の一発返せるかな。私の力持っていって。この技で観念しや。こう来るとは思わなかったろう。うわ、私だってやればできる。おめでとう。一安心だね。そうにゃ。あたしに任せろ。逃げ場はないで。堪忍しんや。まだまだ行くよ。そうね。わたしにできることを。悪いけど痛いよ。みんな大丈夫ですか？痛いけど我慢してよ。よっしゃ。みんな大丈夫ですか？気合い入れてジャンプや。行くで。しもた。落ちた。倍や。やった、うちらの勝利や。
さい、17節。どんどん進めていきます。その間に幕観劇も、イベントを幕観劇を進めていこう。こう暑いとお魚も夏バテしちゃうね。日差しには参るけど、な。もう下が見えない。ないない。しがま。どうしたの？それは、きついかも。うん。え？そうかな。日差しには参るけど、夏には美味しいものもたくさんあるんだよね。え？いや。わーい！でも。ああ。うん。夜食のカップ麺、調べると意外に奥が深いんだよね。ねえ。うん。どっちなんだ？皆さん。お、キャラの。ちょっと。怒ってる、はい。クラゲ？サメ？後半に続く。
日差しには参るけど、夏には美味しいものもたくさんあるんだよね。この夏の間に新しいお友達できるかな。ライブもしたいけど、海でも泳ぎたいな。この夏の間に新しいお友達できるかな。お、まただ。ちょっと強い敵かもしれないよ。本田玉木。よし、行ってきますね。期待に応えないと。悪いけど痛いよ。私だってやればできる。アタック。みんな大丈夫ですか？うん。かっこいいところ見せたる。と終わらせますか。悪いけど痛いよ。なんだこりゃ。みんな今だよ。私の力持っていって。観念したってや。えい、じゃんじゃん行きますよ。私だって、えい。さらに、よっしゃ、ぼちぼち行こか。期待に応えないと。悪いけど痛いよ。当たって。ちょっと本気出しちゃうからね。こう来るとは思わなかったろう。私の力持っていって。うちの精一杯の攻撃や。勝つぞ。いくよ。というわけでして、
な行こか。さっきの話やと、あと2つ期待に応えないと。こう来るとは思わなかったろ。私だって怒るんだから。本気の一発返せるかな。みんな大丈夫ですか。大丈夫、できるはずや。本気の一発返せるかな。私の力持っていって。これで力込めたる。私の全力ぶつけるよ。私だって、次はもっと頑張らないと。よし、行ってきますね。怖いけど仕方あらへん。それまだまだ行くよ。私の力持っていって。サポートはうちが引き受けたで。みんな大丈夫ですか。うちも負けへんから。悪いけど痛いよ。私だってやればできる。とっても怖いです。みんなのこと信じてるから。あ、全部。全部か、来たな。その時が。なりますね。負けないぞ。右よし、左よし。回収一緒。やってみなきゃ分かんないもんね。当たってください。どうだ。ボス戦かな。ボス戦ではない。
周りをよく見て。はぐれちゃダメよ。負けるもんでしょ。応援するよ。みんな、今だよ。子供扱いして、舐めないでください。痛いよ。おとなしく道を与おうだ。まさか勝ったご褒美欲しいな。奮闘努力。よーし、頑張るぞ。どうだ。擦り傷だよ。やばい。大丈夫。で、これならきっと。似合えてる。血の移行体。何事も挨拶が大事です。まったく仕方のないココアさんです。お帰りはあちらです。スリルがありますね。受けてください。今日もうまくいきましたね。あのね、あなたとても優しい。私嬉しい。みんなハッピー。キミとコビ。時々召喚チケットがある。いらっしゃいませ。行ってみましょう。どっちかだっても、開きますよ。結局保存率低いしね。なんだかんだで夢氏を危ない目に遭わせちゃったな。この世界にもポルカは幼馴染、クレアは可愛い。気分転換にチョコレートいかがですか？少し。ありがとうございます。
すっごく助かりました。はい、ということで、トレードもやってみるか。求めているのはどれにする？通常攻撃交換ですね。まあそんなにない。まあ金しかないな。交渉成立。交渉成立。これがうちの真の力や。進化はまだだしな。100万いるし、限界突破できる人はいないですからね。いつか先輩たちを追い越すんだから。この辺か。生まれ変わった私は特わおすんっ修行の成果が現れ一番裏に近づけた。ちょっとでも素敵な私に。役に立てるようになりたいです。先生だって成長するもの。たくさんありますかね。30以上になってるのが。はい、ということで、今回ここまでとなります。次回お楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄にブログ、ツイッター、プレイリストございます。よろしければアクセスいただければと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。